こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、試練の塔第6層やっていきたいと思います。ご覧の通り、朝メリでいきたいと思います。はい、1体でいきます。今回のですね、試練の塔第6層はですね、超簡単です。朝メリレアもすぐいけるで、ちょうど金札来たんで、金札ぶち込みます。はい、超簡単です。もう1体編成でクリアできるんで。で、まあ HP 吸収の飯食べるのがまあいいかなっていう感じですね、多分。はい、まあ食べなくても HP 吸収率高ければ攻撃がもうすんごいことになるんで、攻撃力がねすんごいことになってんで、まあ勝手に回復しちゃうっていう感じですね。噛みちぎり280万入っていきましてで、次のターンダークソード入れて終わりです。はい、っていう簡単なお仕事ですね。で、ダークソードぶち込んで GG ですね。ありがとうございます。190万、ジェリコ散りました、ね、はい、という感じですね。今回はですね、試練の塔第6層やってみましたっていうところで、はい、ちょっと尺が短すぎる。今回は尺が短すぎる、これ簡単すぎてちょっと尺短いんで、もうワンパターン、はい、っていう感じで、フェス版ですね、煉獄版でいきたいと思います。はい、ちょっとね、まあ煉獄版でもですね、まあいけるんじゃないかなと思っております。まあ、全体攻撃あるのはやっぱ強いですね。この両サイドのね、このゴーレムがね、邪魔くさいんで、さっさと一掃してもらうのにもやっぱ全体攻撃持ちがいいのかなと思いますね。で、まあ必ずですね、試練の塔は必ず先制取られちゃうんで、まあここ耐えなきゃいけないんで、でここ耐えて、最初のターンね耐えて、でまあ攻撃入れて回復するみたいなっていうところなんで、まあ回復持ちっていうか、HP 吸収率高いキャラがいいかなと思います。結構回復っていうか、その攻撃した後の回復量が結構高くないと、こうやって攻撃力がですね、敵の攻撃力やばいんで、21万とか29万とか、普通の攻撃でなんか、普通っていうか多分、同札かな、同札で8万とか食らってくるんで、まあそこがやばいんで。で、130万入っていって、60万か、回復と。回復量もえぐいけど。まあバンはもともと HP 高いし、で武器も HP 振りしてるんで、 HP 振りしちゃってるんで、まあそのなんていうんですかね、絶対量が大きいんですよね。だから攻撃も耐えてくれるかなと思ってます。とただ朝メリと比べると長いっすね攻撃力も40万とかなんで、まあでもガチガチっていうか、まあちょこちょこ削っていけば倒せるって感じですね。であともジェリコだけなんで、まあ別に耐えれるかなっていう感じですね。多分必殺も耐えると思う、普通に。まあ一応これバフギフトしてる。でまあ必殺食らいます。あ、攻撃でもジェリコ23万とかです、14万で必殺きます。軽く仕留めてやります。痛いです。まあでも耐えて
しかも回復120万120万って言うんですか。で次、まあ、次で倒すって感じかな。ああ、まあここも全然耐えれるんで、まあ次のターンで倒しきりたいと思います。メイドの土産にね。 OK、 98万入れていく。強いね、こう見るとめっちゃ強い。はい、という感じでフェス版んでもまあいいかなって感じです。はい、でもう一丁いきます。次はですね、サリエルいきます。まあサリエルももともとっていうか、もうキャラパワー強いんで、で全体攻撃持ちのまあ単体攻撃もめちゃめちゃ強いんで、まあ最後ちょっとサリエルでいきたいと思います。まあサリエルなんで多分楽勝っすね。うん、これも多分楽勝でしょうと。そもそもキャラパワー強いからね。はいはいはい、全然食らいませんよと、全然大丈夫ですよと。27万、えぐいです。通常だったらマジで一撃で死亡だもんな。でまあ全体攻撃入れて両サイド削り、両サイドいなくなってもらいますと25万入っていきます。25万じゃない、250万、桁がちょっとおかしい。250万入っていきまして、でまあこれで復活1回使わせて、で次のターンで金札ねじ込んで終わりですね。まあ金札じゃなくても多分いけると思います。まあせっかく金札出たんで金札入れます。はい、耐えていく。でまあ最後金札入れて締めくくりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう、バイバーイっていう感じですね。はい、という感じで、サリエルでも倒せましたと、という感じです。はい、まあ、今日はですね、試練のと第6層、やってみましたっていうところで、動画ここまでにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。